はは。い、こんにちは、T、のですえっ、ー、と音源をね昨今ねあの使ってね、えー、歌ったりする人がね、えー、楽器ね持ってもいいんだけれどもあの音源を使う人がね増えてきた,来たんだけれども、あのー、その時のね注意点というかですね、うんえー、ちょっとお話ししたいんですけれども。 まあ一番多いのは CDR だよね c d で持ってきてこれでかけてくださいとお願いしますということでねやるんだけどうんあのまあそ想像してほしいのは <laughs> 想像してほしいのはあの自分の曲であったりまああの、まあ、あれかカバーでもまあいいけれどもその曲をなかなかその PA の人はそんな細かくは 知らないわけだね。知らない,ん知らないわけだからあのなるべくわかりやすい操,操作で簡単な操作でできるようにあのちゃんと CD を作ってあげないと非常に危険なわけだ。で危険っていうのはどういうことかというとつまり間違って操作してしまうとステージにいる自分が一番困るわけじゃないですか。 ね、そうなんだけどもそこのところがね最近ねそのえマジかよっていうぐらいにねその,あの思う時がねたまにあっていやいやそれは危なくねえかっていう感じまあまあ、まあ、例えば簡単に言っちゃうとあの CD でねできれば CD の、まあ、できるけどもあの その日の曲順通りに入れてくれても一番楽だよね。こっちとしては一番間違いが少ないじゃない。一曲目、M. C. 入って、は二、い、曲目、三曲目、四曲目の方がやっぱり。間違いは少ないよね。ところが、やっぱり五曲目から再生してくれ、その次に七曲目って一曲目に飛んでくれっていう。とかって、まあ、できるけども、そんなに。あれじゃないけども。やっぱり、やや危険レベルは上がるじゃない。 ね、少しできればそれだったら今日のセットリストはこれっていうふうに CDR に入れ替えて録音して持ってきちゃってこの順番通りよろしくって言った方がやっぱり安全だしこれいつも思うんだけどこの非常に危険なことを赤の担任によく任せられんなって思うんだよね。それれはまあこっっちももプロだから頑張ってやるけれども なんだろうね。間違う可能。リスクはリスクだよね。リスクを一番減らした。減らして相手に渡した方がいいと思うんだよね。だから、その辺も考えて、なるべくあの人を人が操作する,するっていうことを考えて、絶対にこれで大丈夫だっていう。まあ、まず間違いようがない。ぜぐらいな勢いでね。ぐらいまで考えて作ってきた方がやっぱり安心だと思うのね。うん。 あのー、こことここはつなげてくれっていう場合は、まあ、もう初めからつなげて入れちゃうとかねまあまあそこまでしなくてもいいかもしれないけどとにかくそういうこと。うん、で例えばそうそれであの CD がね何枚も3枚とか4枚になって次の曲は3枚目の何曲目4枚目の何曲目できるけど危険でしょそれもやっぱり。ね。でしかも 何枚目の何曲目と何枚目の何曲目を続けてやってくれってそれ不可能だからもうディスク入れ替えなきゃいけないからチェンジはないからさなかなかそこまで悪いけどそこまではうちはないんで <laughs> うんだったら一枚にしないと危険なんでね本当にリスクは回避しようっていう意味で言ってるんだけどあとねあのでだからスマホなんかで入れてきちゃってステージ上で自分で操作しちゃえばいいよね。そしたらもう 自分のやりたいようにできるからでうちの場合は一応スマホからあのステージ上で DI に突っ込めば自分で操作できるから、ね、それが一番あの危なくはないよね自分でできるわけだから。うん、であと音量レベルね音量レベルもあのもちろんきちんと揃ってくれれば一番楽こっちはもうああ何もいじんなくていいからね。 まあ多少はしょうがないんで多少はこっちでちょっとこういじっちゃう原因を変えれば中音と外音を一緒にコントロールできるからちなみにモニターの音と外音っていうのは連動してないからえと中音だけ大きくしたりちっちゃくしたりっていうのが可能なのねで外音は一定のまんま中音を操作することができるからそうなってくると切り離されてるわけえでそうなってくると音量がちっちゃいと。 外音を上げても中音はあんまり上がんないっていうことになるわけだからねその辺もちゃんと考えて俺の自分としては原因の方を上げればそれで済むので中音と外音を両方いっぺんにコントロールできるからそういうふうにやるけれどもできれば音量は同じ風にした方がねやっぱいいよね。でえー、っとねあとあそうそう曲調変化でこれねどういうことかって前あったんだけれども1曲の中で。 ちょっと曲調が変化するんでそうなったらフェードアウトしてくださいって言われたのねであじゃあ曲調変化するんだなって思ってずっと一生懸命こうキキーさんキーさんのよで何かこう曲調が変化するってことはテンポが変わるとか急にリズムがなくなって静かにハッとなるとか、えー、何かあのマイナーだったのが急にメジャーな曲になるとか分かりやすいのが 曲調変化だと思うじゃないでそうなったらフェードアウトすればいいんだなと思ってたのそしたら一向に変化しないんだよずっと「うんえこれ変わったかないやいや変わってないよな」みたいなずっとで最終的に変わらず終わっちゃって終わっちゃったんであのフェードアウトできなかったんだけどまあ別に「いい数す」って言ってくれたんだけど「どこでじゃあ変わったのさ」って聞いたらいやフルアタムがどんどこどんどこってこういくんすよって,って。 いやフロアタムが増えるぐらいじゃ局長変化なのかどうか分かんねえなと思ってでこういうこともあるんですよ結局自分にとっては局長変化だと思っても人が聞いたらそれを局長変化だと思うかどうかっていうのがすげえ、ね、難しいじゃないその辺も想像してあの一生懸命想像して赤の他人が聞いてちゃんと分かるように。 CD を渡す間違,い間違いようがないような状態にして CD を渡すとかっていう風にあにリスクマネジメントじゃないけどねそういう風にあに考えた方があの音源の場合はもう本当に命預けますみたいになっちゃってるからね CD を音源を渡すってことはねだからそういうの辺もあも気をつけてあの渡して想像力を働かせて 赤の担任に渡すんだから想像力を働かせるっていうことが大事なんじゃないかなっていつも思います。はいそんなわけでしたまたま